声を聞かせて、腕も心を放って、奴らのカーパスを塗りつぶしてくんだ。今日も翼のない幻想に触れた気がした。なんで読めないんだろう、変わらないよ。心から溢れてた愛しさを散りばめて、君の声に出された心地は遥か。価値あるものならば、癖ゆくものならば、国の目は